者田中将人選手、 GHC ナショナル王者杉浦隆選手、両選手よりチャンピオンベルトの返還でございます。 GHC ナショナル&世界ヘビー級選手権、時間無制限一本勝負です。 GHC ナショナルチャンピオン、こちらの赤いベルトを持っているのは杉浦隆、そしてゼロワンの世界ヘビー級王座を持っているのは田中将人であります。さあこの2つのベルトがかけられます。勝った方はこの2本のベルトを手にする。時間無制限一本勝負、無制限ということはもう必ずどちらかにそういうことですね、ということになったんですよね。本日のメインイベント、 GHC ナショナル&世界ヘビー級ダブル選手権試合、時間無制限一本勝負を行います。いよいよですね。青コーナー第29代世界ヘビー級王者190パンド田中マサ、ついにその銃口を杉浦に向けます。世界ヘビー級王者3人なる弾丸戦士田中マサト、赤コーナー第5代GHC ナショナル王者200パンド杉浦隆、限界突破へ、さあ行くぞ正人。 GHC ナショナルチャンピオン杉浦隆です。GHC ナショナルチャンピオン杉浦、ゼロワン世界ヘビー級王者田中、共に2度目の防衛戦です。勝った方は2本のベルトを手にすることになります。ノアとゼロワン、2つの団体のシングルのベルトのダブルタイトル戦は異例のこととなります。杉浦に勝った田中から要求しました。今2人がガッチリタッチを交わしました。さあ始まる、花火が打ち上がる、どつき合いが始まります。男と男の決闘だ。さあコメント欄も開いております。紹介しましょう。マジでどっちが強い送りになるかもな、100発以上エルボーいきそう、今年のベストバウト来るなこれ、というコメントをいただいております。さて山田さん、この2人の表情気合入ってますね。すごいですね、どうしましょうね本当に。杉浦軍のメンバーが来ました ね、 そうですね、あ本当です ね、 ね、赤コーナーは杉浦軍がセコンドとしてついております。外はたった一人でこの敵地に乗り込んでまいりました。一人ついてますね。さあ松井さん、はい、どうでしょう、この試合どう見ますか。いや、というかまず体が二人とも若い。そうですね、あんなもうすごくないですか、もう日々 の、 そのトレーニングというかその努力が見える、本当に出てますよね、うん、かっこいい。田中48歳、杉浦51歳、信じられない、さあまずはグラウンドの攻防です。皆さん、はい、この殺気と気迫が凄まじいですね。そうですね、もうピリついてますよね、塚崎が、まあ、あとはそのどっちが先に、ね、エルボーを出すかですよね。なるほど、お互いまず様子見でグラウンドから行ってますけども、はい、もちろんエルボーの攻防っていうのは2人とも頭にあると思うん で、 そうです、ね、どっちが唇を切るかですね。さあ時間無制限一本勝負に2人が合意して無制限になりましたので、時間はたっぷりあります。両者は弾丸ヤンキースというタッグを2014年に組んでいました。このタッグはノアとゼロワンのタッグの勲章を総なめにしまして、その年のプロレス大賞最優秀タッグ賞を受賞しました。まあ、山田さん本当に無敵のチームでしたよね。本当にね、もう本当に惚れ惚れするぐらい強くて、かっこよかったですよね、大好きでしたね。もう今だから夢のようでその続きを ね、 そしてその2人が戦っているのだということですよね。今日は2人とも自分のが強いと思ってもちろんね、来てますんで ね、 そうですね、すごいですね。まあ、その無敵のタッグチームの2人が対角に立つわけですから、ファンが待ちに待った一戦となります。まあ、と同時にお互いの団体のメンツをかけた戦いにもなります。まあ、田中は皆さん、まあ、弾丸延期さん関係ないと、これは看板対看板、ゼロワン対ノアだというふうにきっぱり言ってましたね。それもいいですね、やはりそれでだけベルトというのは重いものなんですよね。もしここで負けたら、田中選手はゼロワンにねベルトを流出させた男という汚名をね。そうですね、そっか、杉浦選手も同じですよね。まあ、対抗戦のつもりで田中将人は完全に来てますので、ま
あ、そのリスクは杉浦にもあります。ゼロワンの世界ヘビー級ベルトはこの団体のトップのフラッグシップタイトル、それを田中はもう6回取っています。 AWA と合わせると6回取っています。さあそのベルトを持って杉浦に挑んでいく。引いた。まずは高橋さんです。やっぱり引けないですよね、はい、肩外れますよこれね。赤くなってきて、田中正人はお酒を飲みません。そうですね。おーっとさあ杉浦倒れた。珍しいですね。すごいパワー、すごいぞ。おお、杉浦がエルボーを先に出した。さあこのエルボーが先行となります。おお、タックルで倒しました杉浦。もうこの2人はリスペクトしている、お互いに認め合っているからこそ張り合っています。田中は言っていました、杉浦さんが練習してたら俺はもっとしてやるというふうに以前言っていました。まあ、そうやって切磋琢磨してここまで井上さん来たんですよね。スピード今もね、走りのスピードからね、エルボーの強度すべて引き添え合ってますよね。そうですね、まあ、そこにはこの根底にお互いのリスペクトがあります。だからこそ負けられない戦いです。目に見えない敵なんですよね、あの人努力してるってもう体が証明してますからね。次会った時に、あ、杉浦さん鍛えてるなと思ったら、やっぱり自分の甘さっていうのをね、田中選手もね認識するでしょうし、そうですね、杉浦選手も逆なんですよね。甘くないしね。2人とももう頂上ですよね、はい、ストイックに自分を鍛え続けるので、すごいな。もうその極限対極限の戦いですよね。そうですね、でお互い団体が違うのでたまにしか合わない、そういう部分で競い合える、相手が目に見えない、本当に努力をねしてるのは分かってるんですけども、それを普段見れないからこそ自分も、ね、見えない時と戦わなきゃいけないっていうね。そうですね。さあ場外で始まりましたエルボー合戦です。やはりポイントはこのエルボーでしょう。入ってます。さあ場外編成、正面から突っ込んでいきました田中正人。いや入ってますね。これ顎とかも砕けてんじゃないですか。フルスイングのエルボーですよね、はい、振り切ってますもんね。すごいな。この両者のシングルの戦績なんですが1勝1敗です、2014年10月のグローバルリーグ戦で田中が先に勝ちました。そしてその翌年の2015年10月のグローバルリーグ戦、こちらで杉浦がやり返して1勝1敗、まあ、そのシングル初対決の時敗れた杉浦は組んでも戦ってもいい相手と巡り合えたよと潔く負けを認めていました。それが今から7年前になります。2014-15とねいい感じで2人のシングルが組まれたんですけど、そこから間が空いてしまいましたよね、はい、ただ2人はもちろん意識してますよね、杉谷選手がここまで頑張るなら俺も頑張ろう、田中選手が頑張るなら俺も頑張ろうとね。もちろん年齢という戦いもありますけども、まあ、お互い年齢に負けない戦いをしているので、やっぱ杉浦選手がまだまだ頑張ってるから俺もだっていうね、いやそういう存在ですよね、材料ですよね、ライバル、本当いいライバル関係ですよね。杉浦さん、あ、噛んだ、指を噛んでいます。フェイスロックの指を噛んでいる田中正人、いいですね、ゼロワンの大谷慎二郎張りですよね。そうですね、まさに看板を背負うという戦いですよね、大谷慎二郎とは運命を共にしてきた田中正人。さあ張り手です。張り手、お、左の張り手を打ち合います。田中は普段張り手を出さないんですが、お、ここ以上張っていくエルボー、おっと杉浦エルボー効いた。こうなるとね杉浦さんは強いですよ。そうですね、杉浦さんは、ね、雑味に強いんですよ。もう何でも、あの、食べて、で、あの、何でも飲んで何でも鍛えて恐竜みたいじゃないですか。いや本当はそうです、まあ、いわゆる人間じゃないんですよ。怪獣の域か、あるいは岩とか壁とかそういう域に入ってんで、あの真っ向で行った場合にはもうこれはもう杉浦さんが一番強いと思いますね。杉浦隆、本当にこのすごい男であります。今日も試合前に話を聞いたところ非常にこの冗談を言いながらリラックスして黙々とあの走ってましたね、控え室でもパンツ履かないですからね、俺だっていうことでそのまんまいますんで、男らしいですよね。男の中の男ですよ、そんなことにいちいちこだわるんだと。女性入れない、入れないです。そうですね、全然入れないです。さあ杉浦がバックエルボーです。しかし田中正人も豪快な男であります。キャリア28年48歳、杉浦より3つ年下ですがキャリアでは7年上になります。 FMW でデビューしています。ちっちゃい子のお父さんでもありますからね。そうですよね、だからもう本当に燃えに燃えてますよ、いいお父さん、いいパパ、強い。
今はあの世界ヘビー級王者ですけども、あの ECW 世界ヘビーも取りましたし、新日本の IWGP インターコンチ、さらにネバー無差別も取ってますよね。ちょっと見た感じは細くてちっちゃい感じするんですけどね。これだけね、各団体のベルトコレクターというかね、はい、その田中将人がノアのついにシングルをね、そうですね、照準絞ったということでね、はい、これはね、自分のね経歴に一つ GHC ナショナルは入れたいでしょうからね。そうですね。しかも田中はこの杉浦が持っていることに価値を感じています。そうですね、はい、多分杉浦選手が持ってなかったらかけなかったと思います。そうかもしれませんね、はい。一方の杉浦は GHC ヘビー級王座4度獲得しています。そして最多防衛記録も持っています。ナショナル王座は2度目の獲得です。4月に藤田から奪いまして、5月に桜庭を破りまして初防衛に成功しています。すごいな今の。首4の上抜け出す攻防だけでも手に汗握りますね。いやもう頭蓋骨割れますよ。しっかり田中選手足をね、はい、決めて抜け出しましたね。さあ田中はコーナーポストに叩きつけていきます。杉浦隆まだ表情には余裕が伺えます。スタミナお化けですよね。いや本当そうですよね。杉浦すごい。田中将人もスタミナは無尽蔵です。さあこの2人どちらが先に根を上げるのか、いや根を上げるということはないのかもしれません。どちらが先に倒れるか、本当に、ね、立てなくなる、どっちが倒れなくな、ね、あの立てなくなるかですよね。そういう勝負でしょうね。あっとエルボーです。杉浦が積極的にエルボーを浴びせていきます。杉浦のエルボーは同じかと思いますが、田中の弾丸エルボーは世界でも有名であります。さあその打ち合いになるでしょう。おっとビッグス、そしてトルネードディリティ、田中得意のディリティです。しかしすぐ起き上がった。スピアをブロックして田中プレッパスター。田中すごい、田中すごい、田中将人がまた盛り返してきた。いや二人とも本当に皆さん頑丈ですよね、体がね。そうですね、田中選手はね、昔辞職と言われてましたからね、どんなにやっても壊れないというね。いや海外の選手も本当に有名なんですよね、あの田中将人は辞職だって言ってね。あのビンス・マクマホンですら、あの田中将人選手を認識してますからね。さあ弾丸エルボー来ました。田中、おっと新進君、杉浦も冷静です。ああこのボディ来ました、田中将人。前回前々回のシングルが15分16分で勝敗が決してるんですけども、その2戦はもう序盤からねスピードを全て使っての攻防だったので、今日はお互いにねじっくりとじっくりとやっているので、ちょっとその15分がね勝負の鍵になるかなと思ったら、ちょっとまだ長くなりそうですね。まあ、勝てば2冠ですから。おっと中年ズリフトを狙っています。断崖式です。田中将人が腰を落とすが、お互い慎重にならざるを得ないんですけども、こういう風にね大技で一気に決めるっていうのも杉浦選手狙ってますね今。これは決めれば大きく勝利に近づく。あー、いったー、断崖式中年ズリフト、うわー痛すぎる。しかし田中が起き上がるぞ。あ、田中また倒れ込んだ。頭打ちましたね、これ。杉浦選手も腰打ちましたかね。いや、そうですね、肘やいろいろ打ってます。そうですね、今あの床の方から衝撃が下からドーンってきましたね。音すごかったですね。すごい音がしました。我々のところも直線で 5,6 メートルは離れてますけど、かなり衝撃でしたよ ね、はい、床から衝撃波が出てきてるみたいですよね。すごいな、これは。杉浦隆、ここまでしなければ田中将人を追い込むことはできないと、そう判断したんでしょう。まあ、思い切って杉浦立ち上がりましたね。ました。さあ大丈夫かな。カウントがついています。20でカウントアウトになります。ここは杉浦が息を整えます。まだあとカウントは10あります。ただリングアウト勝ちはしたくないと。なるほど、あ入れるんですね。田中将人をリングに入れました。男だな、うん、決着はリングでつけようという杉浦の意思表示です。あ、田中がバーッと上がるところを狙った。タフですね、やはり。一瞬無謀になる。おー、ドラゴンスク、回らないと痛いぞ。回りきれませんでした。そしてあーっとスライディングで膝転げ落ちました。杉浦大丈夫か。これですよね、やはりスライディング D ですよね。しかも足に行きましたね。
まあ、一瞬だけその上がり際にこう無防備な体勢になった、そこで畳みかけてきましたね。ロープをまたぐ瞬間というのはどうしても、ね、身動き取れなくなりますからね。おっとここでパイプ椅子が登場。田中雅人といえばこのハードコア、ハードコア殺法のお手の物であります。あーっとパイプ椅子、足で受けた、足痛い。まあこれは反則というよりも田中雅人のレスラー人生その一つに欠かせないこのハードコア殺法であります。そうですね、序盤の噛みつきで大谷慎二郎で、ここはね自分のルーツでもある FMW の田中雅人を出してきましたね。あーっと足を攻めていきます。このあたりは田中も万全を期して足を攻め込んでいく。また使うの？椅子を取ってまさか痛い、痛い、攻撃、これは痛い、ひどすぎる。いや今のは強烈な一撃でした。もちろん反則なんですけども、レフェリーは見ていませんし、ね、場外なんですよね。こういうところも、田中選手のうまさですよね。レフリーがちょっと今画面の左側でうずくまっています。さあ田中誠が足を殺しに行く。膝に照準を絞り込んだが、どうしても実力が拮抗していますので、井上さん、こういうその一点集中攻撃、この応酬になってきますよね。非常に有効ですよね。特に杉浦選手、やはり機動力ありますからね。おっと、ここも巧みに変な足を乗じ、この鉄柱挟み、そうですね、鉄柱を絡めて足を乗じです。レフェリーが回復するまで、そうですね、カウントも今止まっています。田中雅人が痛めつけている。今レフリーが歩み寄ります。さあブレイクを要求しています。これは田中選手としてみれば場外カウントギリギリまで締め続けようという作戦、そうですね。この辺りはお互いの駆け引きというものも水面下で行われているわけであります。杉浦対田中、ベルトは2本かかっています。ノアの GHC ナショナル、そして01の司法、世界ヘビー級ベルト。15分が経過しました。田中雅人はこの世界ヘビー級ベルトは1月に取りました。5月にあのストロングハーツのシーム相手に防衛に成功しています。田中すごいな、もう本当にもうあらゆる敵と戦って、そして打ち勝ってきたのがこの田中雅人。一方の杉浦隆はノアのベルトを総なめにして、とにかくノアを守ってきました。さあ田中を押せかかってくる。いや山田さん、お互いスタミナありますね。いやもう本当にまだまだこれからですね、この感じはね。裏巻きです。はい、15分力のこもった攻防が続いています。さあ真夏の川崎決戦、2人ともおびただしい汗。おっとまたこの右を足しつこく攻めていきます。変な風に曲がってますね。この辺りはやはり王者の試合運びです。田中、2人の王者がぶつかっています。足がかなり曲がっています。杉浦苦しそうです。すぐには起き上がれなくなっちゃいそう。足ずっとやられてるからね。いやエスケープさせません。瓦落としを食らったので、はい、こういう締め技で自分も、ね、回復しなきゃいけないという意図もあるかもしれないですね。田中も結構ヘロヘロですよ。あ、これは田中雅人ボーンヤードのような形になりました。そう、杉浦が雄たけびを上げながらロープに手を伸ばします。片腕でもね、ほふく前進とか、ね、そういうのができるんですよね。しかしまたリングの中央に引きずり戻して足勢を続行します。しつこいなこれ。田中雅人もこれは長期戦覚悟しているでしょう。どんなにやはり鍛えていようが、つま先を持ってしまえばね、力入りますからね。うわ、乗られちゃったな。インディアンデスロック、変形のインディアンデスロックに固めました田中雅人。さあ両者が睨み合っています。この体勢でエルボーを出していく。足痛いけど、まあ、田中は顔面を出してエルボーを受けます。足がロックされている状態でエルボーを打ち合う。お前だけには負けたくないと口を揃えていました。まさにその通りの戦いが続いております。田中雅人がしつこくいく。ここは杉浦の活力を奪いに行きます。フェンドバット、
逃げねえよな、よく逃げんじゃねえのかな。田中から挑発していくヘッドバット合戦になった。この体勢のヘッドバット打ち合う。しかし杉浦は追いつつにエスケープ。ここからだな。すごい。悔しがっています杉浦。あのロープエスケープをした自分に悔しがってましたね。田中の額が割れました。今のヘッドバットで割れたんでしょうか。どっちだ、どっちかわからない。しかしたら杉浦の返り血なのか、いやどちらも割れているのか。バッターの体勢、汗が折り返し汗が滴りをしています。杉浦選手足、右足の踏ん張り効かないのでこれは不利ですね。でも脅威の回復力ですから、ちょっとこうしている間に戻ると思います。ここお互いに負けたくないんでしょう。ブレンバスターで意地を張り合います。投げた、あと杉浦が前に投げました。杉浦しかし右の膝足痛い攻め込まれています。対角線、ヘッドレス、痛めた右足で放っていった。やや足を引きずりながらランニングに鋭角に突き刺しました。痛い。そうですね、この稲さん、膝攻撃がちょっと威力半減するかもしれませんね。そうですね、そこ狙って田中選手はしっかりとね、序盤からダメージを積み重ねてますよね。杉浦が自分のリズムを作りに行きます。雪崩式のブレインバスターを狙う。痛い、足痛い、上がれるかな、上がれる。そんなもんじゃないのかな、すごいな、すごいな。変な足の裏の筋肉だな。上がった、杉浦が上げる、雪崩式になります。落とした。これはね、自分も痛いね。どっちも痛い。足戻るか。なんか不思議なんだけど、やってるチームですよね。怪獣は腰と腰ですからね。やはり杉浦選手もしっかりと作戦を練って腰攻めを遂行してますね。腰をさらに痛めつけに行きます。杉浦隆の逆襟固め、20分が経過したところ、さあここで腰を落としていった杉浦。鬼の形相ですね。鬼に見えますね。先ほど自分がロープエスケープさせられたので、させようということですね。恥ずかしいよ。ロープを目指します。どんなところでもこの2人は意地を張り合います。ライバルであり、相棒であり、そして宿敵、天敵。さあ田中雅人が根性を見せる。とまた腰を落とした。杉浦が吠えています。この逆襟で杉浦が吠える。いかなる攻防でもこの男にだけは負けることは許されない、お互いに思っています。田中、こんなことは何万回もやってきたろう。田中か、どうだ。しかし痛みが全身を駆け巡る。エスケープしました。すごいな。山田さん、一つ一つの攻防に熱がこもってます ね。もう力が入って、見てるこちらがすごい力が入って、本当ですね。足が戻るか。杉浦隆は足を痛めつけられていますが、お腹を呼びました。立てこらと言いました。待っとけこら。キャッチした。田中雅人立ち上がる。止まってくなりました杉浦。あ、DT マサト DDT です。2人倒れました。10分が過ぎたところ、杉浦選手、自分の体回し切らずに突き刺さってしまったので、ちょっとダメージ心配ですね。アレックス川崎、割れんばかりの手拍子、これは2人に送られています。負けられない戦い。仕上がれるの仕上がりました。51歳と48歳の戦いだ。対角線へ田中が弾丸のように突っ込んでいく。を振り返した。うわー、ラビアットは田中。田中はすごいな。すっごい。田中いった。さあこのプランも空いています。やっぱ弾丸ヤンキースかっこいい。プロレスラーって本当にすごい、うん、おじさんの意地の張り合い素敵というポイントです。他のスポーツにこんな競技ないですからね。パンツ一丁でね。もう我々もくよくよしたりね、本当にくさくさするような毎日も吹き飛びますよ。そうですね、
だからまた私も頑張ります、はい、パワーがもらえますね。田中がロープに乗せました。どうするの。先ほど食らったなだれ式のブレインバスターを逆にお見舞いか。田中も得意としています。田中の場合はトップロープまで行きます。うわ、セカンドロープから行く。上がらない、危険でしょ、危ないよ。いや上げそうだ田中。危ない、杉浦がちょっと危ない体勢です。おっとロープへ叩きつけた。ひどい、ひどい。そしてあっと来るぞ、危ない、ダメだった。エプロンに後頭部を通打、杉浦高いから、うわーって言ってましたよ今。田中狙っています。田中がエプロンから狙っている。杉浦立ち上がる、そこへまたスライディングでなんとエプロンを走ってスライディングで、これは有効打になりましたね。連発、これは効きましたね。連発してた。そこで来るとは思わなかったでしょうね、杉浦もね。そうですね、その前のあのロープを挟んだ攻防ですよね、田中選手ああいう、まあ、ペッチャンカッターみたいな感じに最終的にはなりましたけども、ね、やっぱり自分の中で苦しんだ時に出てくるのはやはり歴史キャリアなんですよね、そうですね。黒田哲弘選手の得意技がここで繰り出して、そこで杉浦選手多分おっと思ったと思うんですよね。見たことない田中将人が出てきたと、それでちょっと、ひるんだ部分があるかもしれないですね。田中選手もちょっとすぐ動けないですね。いや、そうですね、田中も消耗しています。仕掛けた方もかなりの衝撃、これは当然でしょう。しかしそこでもそれでもこの2人はまだ戦い続けます。スライディング T を食らったので杉浦選手はね、まずは戻りたいですね。そうですね、カウントが進んでいる、14まで進んでいます。20でカウントアウト、杉浦が15で生還しました。ただここチャンスですよ、田中選手、顔を押さえてますね、顔が痛かったんです、ね、スライディング D はどこからでも飛んできます。さあ相手に切ってなっていった。いいスラム、田中がこれは自らの反撃の起点となる技、すげえな、スーパーフライを狙います。25分経過、この真夏の決闘、さあスーパーフライには行かせない。杉浦隆が蘇ってきました。またデンジャラスなコーナー上の攻防になりますね。ここはちょっと危ないエリアですね。危ない、杉浦隆が、おロープ上でもう何をするんだ。あ、なだれ式フェイクした。しかし田中立ち上がったビッグベース。コーナーポストへジャーマン、後頭部をコーナーポストへ。あ、田中は目がうつろになっています。首もいったな、危ないですね、危ない。いやでもこれだけやらなければ田中のことを通せないと。杉浦隆えぐい技を連発しています。お互いまだまだ倒れないだろうなっていうのは戦いながら感触ありますよね。まだですね。いや、すげえエルボー、コーナーに追い詰めてエルボーを連打していく。レフリーが沸きますが、そのレフリーを突き飛ばして杉浦がスイッチオン、鬼エルボー開始です。田中をめった打ち、田中選手立ち上がろうとしますね。田中立とうとしてますね、食らいながら、すごい食らいながら田中は起き上がってくる、すさまじい気迫、すごすぎる。おお、逆に田中が逆に出るもやられたらやり返す、同じ技でやり返さないと気が済まない。杉浦も同じように立ち上がってくる。しかしそれをねじ伏せる田中将人、上からエルボーです。おー、レフリーが突き飛ばされた。なんか顔面押しのエルボー版みたいになってますね。いやー、すさまじい戦いになってきました。いや、ここまで完全にもう松井さん互角ですね。いやー、もう見てられ、なんていうの、見てられなくなっちゃうぐらい、もう、そうですね、すごい激しい。ちょっとさっきのか、ここでこれに行くの、上がれないよ、もう上がれない、すごいな。トップロープに足がかかった。ここから最上段から行きます。弾丸選手はここで流れ式ブレイクバスター、ありえない、体
力がやばすぎる、もうすごすぎる、すごい投げ切りました。杉浦選手がセカンドだったらお前より上に行くんだとトップで行きましたよね。おそしてまたそうトップロープによじ登っていきます。いやもう田中選手も立つのやっとぐらいですね。そうですね、田中も効いています。CK スーパーフライ撃墜した、スーパーフライ撃墜しました杉浦。しかし杉浦も右の膝で受けてしまいました。受けた膝も痛いんだよこれがね。先ほど攻め込まれた右の膝で受けてしまった、これは痛いな。ただスーパーフライを食らうよりは、まあ、こちらのダメージを選んだということですよね。いやーどっちだどっちだ、互いに苦しい場面です。同時に立ち上がった、同時に立ち上がる。日本のベルトの運命はさあどうなるのか。あーっと足を取った、滑り込んでいったタックル、そして後頭部きた、後頭部にスライディングで発射、食らってしまいましたね。杉浦が意識はあるか、座らせてくるぞ、正面から来るぞ、さあかわした、杉浦かわしてジャーマン、そして田中スライディングで、田中後頭部に2発目、これ叩いたな、なんで起き上がれんの。これどっちに井上さんダメージありますか。今は杉浦選手がピンチですよね。やはり田中選手スライディング T を打っているのでやっぱ蓄積ですよね。2発食らった後頭部、杉浦選手心配ですね。日本のベルトがかかっています。しかしノアドゼロのベルト、田中選手ももう本当にフラフラですよ。そうですよ、ね、さあベルトがかかっている、それ以上に男と男のプライドがかかっている。テーピングも全部外した、来ました、エルボー合戦がこの時間でやってきた。いやいや、ここでこれは杉浦隆、手持ちになって中腰の体勢でエルボー打ち合います。30分が過ぎました。さあここから2人だけの世界に突入していきます。時間は無制限、引き分けを嫌ってお互いが無制限を要求しました。さあ男と男の果たし合い、倒れない、すごいな、田中も苦しい、日越し、ここからワンツーエルボー、ビッグベース杉浦、ビッグベース、田中ラリアット、そして仕掛けられてる、いや杉浦まだ行きます。田中選手しっかりと振り向いて対応したんですけどね。ここが踏ん張りどころですね、お互いに。いやまだまだですよ、ダンガンヤンキースはまだまだ、こんなシーンはよく見ましたよ。あ、笑ってますね、もう。杉浦がランニングに川に行きます。田中返す、2人とももう試合を楽しんでるというか、そういう位置に入ってきたかもしれませんね。さあもうここは2人だけの世界、明日のことなんて知らねえと、田中杉浦、さあここでオリンピック予選スラム、しかしいけない、田中がおっとエルボーです。そしてあーっとスライディングに、ここに入ったな、引き寄せてのスライディングに、さあ杉浦返せるか、返しました。おっと田中が勝利を確信した、ギリギリやね、サポートを取りました、ちょっと顎に入りましたね、サポーターを取りました。生肘食らったら危ないですね。世界のベルト、そして日本のあらゆる団体のベルトを奪ってきたこの田中の皆殺しのエルボーが打たれる。おっとエルボー、おっとキャッチした、キャッチした杉浦、フロントネックロックにいった、うまく切り返しましたね。うまかったですね、勝負をかけた田中のこの一打、この弾道を阻止しました。さあ杉浦隆フロントネックラック GHC のウッサの白馬をくぐり抜けてきたこのフロントネックラック、おっと田中が押したか、田中が押したか、技をほどきました杉浦、やめたのか、やめたんだな、いや、あえてやめて勝負に出ましたね。杉浦が正面から粉砕しに行きます。
ちょっと田中選手やはり目がうつろですね、はい、危ない、ちょっと危ない、三浦隆がタッチした頭を打ってるランニングに、それでも田中肩を上げます。思わずカルツ高速からエルメキのような声にならない声が起こります。さあ予選スラムいけるか、いや、いったー、オリンピック、おー、なんだ、立ち上がった、スライディングでー、杉浦、あー、杉浦もスライディングでー、起きて破り、お、ならば起きて破りの予選スラム、なんだこれは、なんだこれは、会場揺れてる、川崎重低音ストンピング揺れています。いや、1月1日じゃないですけど武道館みたいですね。すごいよ、これはとんでもない試合に入ってきた、これはちょっと、いやー、両者やばれる、これ、浮き上がらないと、ここまで意地を張るのか、すごい、この一瞬に全てを絞り出す、次起きろ、次ダウンカウントが数えられてますね、起きろ、ダウンカウントは4、ダウンカウント点で勢いになってしまいます。さあ我に返ったように2人が立ち上がってくる、すさまじい戦いになっている、ただ鎌田の歯を食いしばっています。杉浦はロープを掴みながらなんとか立ち上がった、三浦隆51歳、田中雅人48歳、苦しい、苦しいという、そういう息をもう超えてきているか、2人がリズムの中央、さあエルボーを打ち合います。うわ、いやね、一発に込めてますね、その思い、エルボーが始まったと付き合い、35分突破、どこまで行くんだ、どこまで行くんだ、さあまたエルボーの回転が速くなってきた、お、杉浦聞いた、聞いた、危ない、杉浦聞いています、いや、それ聞きますよ、いや、しかしそれでも倒れない、おっと、田中も朦朧としながら一心不乱にエルボーを放っていきます。団体の看板もかかっている、そして男としての誇りもかかっている、さあここだけは引けない、前に出る、お互いに前に出る、おワンツーエルボー、田中、杉浦も同じくワンツー、ワンツースリー、この人たち叩きながら目が覚めてきてんじゃないですか、そうかもしれません、なんかこう痙攣してるような、ね、そんな感じですよね、恐ろしいですね、ワンツースリー、4まで行きました、そうすると杉浦の方まで行く、同じ数だけ返しています、またしばき合いが始まった、何発放っているのか、稲井さんエルボー数えた方がいいですね、これね、実力と数えてます、ね、数えてますか、今あの178までいきましたね、なるほど、さあ200を超えていくか、お、まだまだ続く、あ、張り手、うわ、バックロー、あー、止まった、効いた、膝をついた、ヘッドバット、うわー、ナックル、そして膝、ナックルと膝、これがの付き合いです、これが男のしばき合い、とんでもないものを見せられています、拍手が鳴り止まない、拍手が鳴り止みません、ここまで人間人は強くなれるのか、いった、予選スラム、まっさかさま、田中オリンピック予選スラムで決着か、ダメだ、10点ストンピングが起こります、これは返されるんですね、さあここは返してくる田中、
もう35分過ぎている。人間の限界はとっくに超えています。信じられない。さあならばならばあそこしかない。指を差した。なだれ式か。でもなだれ式しかないですね、皆さんね。さあ田中将人を葬るにはやはりこの最終兵器か。なだれ式の予選戦。おっと素早くトップロープに上がった。あ田中危ない、田中危ない。杉浦行くか、アイケルが行った。オリンピック予選スラムなだれ式。ただホールに行けない。行けないな。杉浦投げ切った。いやちょっと川が遅れている。行け杉浦、張っていく、張って田中将人タイツを掴んで覆いかぶさった。決着か、決着。やった、ラスト、やった。田中将人、キャンキャン選手を突破しました。ありったけの弾丸を受け切って杉浦隆生き残りました。さあこれによりましてゼロワンの世界ヘビー級王座、ゼロワンの至宝がノアに来ました。もうなんか最後起きるなって祈りました。そうですね、勝負タイムは40分ぐらいですかね。そうですね、近づきましたかね。35分経過を超えましたね。すごい凄まじい戦い。最後最終兵器のなだれ式オリンピック予選スラム、田中将人が天を仰ぐ。ゼロワンの看板を背負ってノアに乗り込んできた。しかし杉浦の前に3カウントを聞いてしまいました。杉浦隆は2冠王です。あ今2人が握手、この体勢で全てを出し尽くしました。男と男の握手です。すごい試合だった。杉浦選手もやはりこのベルトをかけてくれたことへの敬意ですよね。いや本当そうですね。それを田中選手に表しましたね。いや田中強い、素晴らしい。いや田中将人、ね、よくやった。本当にこの敵地で自分から、ね、かけようと言っていたこの世界のヘビー級のベルト、男を見せました。田中選手のじゃなかったら杉浦選手が、ね、ここまでの、ね、フルパワーが出なかったかもしれないですからね。田中がベルトを受け取る前 に、 田中に杉浦がベルトを受け取る前に田中に座礼です。しかし田中将人はまだ起き上がりません。ベルトよりも先にこの田中を気遣います杉浦隆。この2つのベルトが